記者三物とは、武士の記者稽古法を指し、犬王物笠掛け、やぶさめの三種を指す。平安時代、鎌倉時代に成立した。武士の記者戦法は、映像が、主猟や大和王権との戦闘で用いた乗馬、記者の技術が、源と考えられている。大和へ起伏した映像は、不襲となり、各国へ威廃され、馬人へ技術が伝わった。さらに、 和人伝統の長久を騎乗で使いこなす、要戦闘技術を磨き、武芸及び武士の起源となった。また、平安時代中期に現在の和弓となった。平安時代頃から、牙は武士と労働にのみに正式に許されたこともあり、キューバの道である記者が武芸の中でも最高位のものとされ、実践的な鍛錬として記者産物は行われるようになった。 近代までにそれぞれ独立した競技、儀礼的神事として、作法や規則が整備された。犬大物40件四方の馬場に、一組12機として3組、計36機の機種、見分者を2機、漢字役を2機用意し、犬150匹を放しその犬を追いかけ何匹いたかを、競う。矢は神頭矢と呼ばれる葉のついていない矢を使用する。 手前や費用がかかること、動物保護の観点から現在では行われていない。傘掛け的の配置に左右、工程、大小と変化をつけた的を馬を疾走させつつ射抜く。ヤブサメより難易度が高く、より実践的である。ヤブサメ距離二丁の直線馬場に、騎手の進行方向左手に三つの的を用意する。騎手は馬を全力疾走させながら三つの的を連続して射抜く。 現在でも日本各地のやぶさめ神事として行われている。ありがとうございます。